本当には、ね、アナウンスにもありましたけども春らしい日が増えてきて、あと2週間でイースターです。十字架につけられて死んでよみがえられたイエスを記念する日ですけれども、それは私たちにとってクリスマスと同様にというか、もしかしたらクリスマスよりも重要な忘れてはいけない日だと思います。同じように嬉しい楽しい時ですけれども、でも忘れてはいけないのがイエスの十字架です。雨が降らないと虹が見えないって僕は考えたわけじゃなくて、ハワイの友達がそういう言い方をするんだって教えてくれたことがあるんですけども、虹は雨が降らないと、雨が降ってから虹が出るわけです。ハワイらしいことわざですけれども、苦しみ悲しみを通して大きな喜びが与えられます。死ななければ復活ということはありえません。そしてイエスの死は全ての人の罪を負うという、誰も経験したことのない苦難の果てに起こった死でした。で、私たちはこの一連の出来事を忘れないように、今朝もありますけれども聖餐式をします。そしてまたそのこととともに、このイースターの前の1週間を受難週として特別な思いを持って過ごすわけです。来週はマリちゃんが今までのフィリピンのシリーズを離れて受難週のためのメッセージをしてくれると思いますけれども、今日はまだ受難週ではないんですけれども、私も詩編のシリーズを離れて受難週に起こった出来事の一つを紹介したいと思います。皆さんがよく知っているストーリーで、イエスが神殿の庭に入っていって大暴れをしたというエピソードで、いつも写真や絵を探すの苦労するんですが、これは苦労しなくて、イエスがその神殿を清めたっていうことを検索すると絵がたくさん出てくるんですけども、これはレンブラントの絵なんですね。で、レンブラントの絵のイエスってすごい可愛いなと思ったんですけど、皆さんどう思うでしょうね。すごい可愛いでしょうねと僕は思いました。このお話を紹介したいと思います。最初に読みます。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出した。両替人の代や鳩を売る者の腰掛けを倒された。そして言われた、こう書いてある、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人を癒された。他方、祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、境内で子供たちまで叫んで、ダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立てた。腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言ってるか聞こえるか。イエスは言われた、聞こえる。あなたたちこそ幼子や血のみ子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。ユダヤ人にとってエルサレムは神の家、神殿のある特別な、他と比べることのできない特別な町です。そしてその神殿はエルサレムの中心にあって、どこよりも神聖な場所とされていました。キリスト教のカレンダーで言えば受難週ですけれども、この時はユダヤ人にとっては彼らが一番大切にしていた、あの出エジプトの出来事を記念する杉越の祭りの直前の1週間ということになります。この祭りの時にはイスラエル、ユダヤ国内だけではなくて、海外に散っている多くの熱心なユダヤ人たちがエルサレムにやってきました。ですからこの時も神殿は
普段に増して賑わっていたはずです。ここでイエスが追い出した売り買いをしていた人々とは、この祭りの時に礼拝をするためにやってきた巡礼者と巡礼者たちと、そして商売人たちです。巡礼者は献金をしたり動物の犠牲を捧げたりするんですけれども、そのためにはいろいろ細かいややこしい決まりがたくさんあったんです。例えば献金のためのお金は当時普通に使われていたローマ帝国の発行する貨幣ではなくて、ユダヤ独特の貨幣シュケルというものでなければならないとされていました。そこで両替屋が必要だったわけです。また犠牲のための動物というのは無傷のものではなければならない。それだけではなくていろんな細かい規定があって、本当は自分で持っていけばいいんでしょうけれども、自分で持っていくとすると祭司に見せて検査に合格しなきゃいけないんですね。そういう面倒くさい手続きをしなければならないので、そうではなくてもう最初から認定済みのその境内で売っている動物を買って、そしてそれを捧げる方がずっと簡単だったわけです。で、これらの商売は商売人だけではなくて、実は祭司たちにも大きな利益をもたらしていました。その大きな売店を経営していたのは、なんかその大祭司の家族の経営する会社だ、どっかの国と似てません？なんかね、そういう仕組みになっていて、祭司たちががっぷり儲かるようになっていたんです。つまり祭司たちは神様を正しく礼拝するために正しいお金を使うとか、正しい犠牲を払いましょうという理由でお金を払わせていたわけですけれども、決して心からの礼拝を捧げる場所を提供していたわけではないということです。というか彼ら自身も心から礼拝を捧げるものではなかったんです。イエスはこのことを見抜いてこう言ったわけです。こう書いてある、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちは強盗の巣にしている。皆さんにその売り手だけではなくて買い手、つまり巡礼者、礼拝をしようとしている人たちのこともイエスが追い出したということにちょっと注目してほしいと思うんです。普通考えたら商売人が問題があって、巡礼者はなんかその犠牲者みたいなふうに思われるかもしれませんけれども、イエスは商売人だけではなくて礼拝に来ていた人たちも追い出したというところに注目しましょう。イエスの目から見れば巡礼者たちは悪どい商売の被害者ではなくて強盗の仲間だったんです。だから追い出しました。なぜでしょう。特別な祭りの週にここにやって来られるのは、要はその高いレートの両替のお金を払うことができたり、高い動物を買って礼拝を捧げることのできるような人たちだったわけです。裕福な人たちだったんです。それができない人はたくさんいました。そしてそのように律法を守れない人たちを宗教者たちは罪人と言って裁いていたわけです。彼らが人々に守らせようとした律法は、貧しい者、弱い者には守りたくても守れないようなものでした。ですから、巡礼者の心は、私たちは律法を守ることができる、正しいものだから祝福されている、この祝福を維持するために定められた祭りを定められた方法で私はするんだ。そういう気持ちだったんです。決して神様との関係を大切にするための礼拝ではありませんでした。自己満足のための礼拝でした。
イエスがそのことを怒って大暴れしたので、その場の多くの人がイエスの行動に眉を潜めたはずです。特に憤っていたのは祭司長や律法学者と呼ばれる人たちでした。当時の宗教指導者たちです。というのもイエスは彼らと違って弱い者や小さい者に慕われていたからです。イエスは商売人や巡礼者を追い出すと、今度は目の近くにやってきた目の見えない人や足の不自由な人たちを癒し始めました。このコントラストちょっと思い浮かべてほしいんですね。暴れて商売の台を倒して、そんなことをしたすぐ後に体の不自由な人たちを癒し始められたということを、ちょっと心に思っていただきたいんですけれども、彼らを見て癒しました。そしてそれを見てダビデの子にホサナと、子供たちまでが叫び出したわけです。それを見て律法学者や祭司長たちはいたたまれなくなったというか、怒りが沸騰したというか、そういう思いになったわけです。聖書をお持ちの方は同じ章のちょっと前の9節にもイエスがエルサレムに入ってくるときに同じ言葉で、ダビデの子にホサナって同じ言葉で歓迎されたということが書いてあるところを見ることができると思います。でこれはもともと詩編の118編の25節26節、後で紹介しますけれども、25節26節の喜びのうちにメシアを迎えようという、そういう歌なんですね。前から旧約聖書の時代からあった歌でした。宗教指導者たちにとってはガリラヤの田舎から出てきた若者が救い主として迎えられているということを我慢できなかったわけです。しかし体の不自由な人たちや貧しい人たち、弱い立場の人たち、子どもたちの目には宗教指導者たちとイエスのどちらが本当に神様につながっているのかというのは明らかだったんです。で、このことが指導者たちに怒りを起こさせて、そして彼らは結局イエスを十字架にかけてしまいます。神殿の境内と書かれている場所は異邦人の庭と呼ばれる神殿の外側の部分です。書かれている通りに異邦人はこの庭のところですね、外側までしか入ることができません。障害を持っている人たちも同じでした。その内側にはユダヤ人だけが入る場所がありますけれども、そこに二重になっていて、女性が入れるのはそこまでです。ユダヤ人の女性が入れるのはそこまでです。その内側にユダヤ人の男性だけが入れるところがあり、その内側に祭司だけが入れる場所がある、そんな構造になっています。イエスはそばに寄ってきた人たちを癒してあげました。ダビデの子にホサナ、神様助けてください、救ってくださいという叫びですけれども、そう叫ぶしかない人々こそ礼拝を捧げるのにふさわしいものです。イエスはそれを知っていました。異邦人の庭、彼らは神様礼拝を捧げたいと思っても異邦人の庭のよりも中に入ることはできなかったんです。でも商売人たちが商売をしていた場所は異邦人たちが礼拝を捧げる場所だったんです。そこでそういう商売をしていたことに対してイエスは大変怒りを覚え、それを表現されたわけです。そしてイエスにとっては彼らこそ、弱い者たちこそ、罪深いとされていた者たちこそが
神の家の住人としてふさわしいものだったんです。イエスはここでは神殿という言葉さえ使っていません。神の家と言っています。家は神殿とは違い生活の場所です。イエスは神殿の一番奥の方まで入れるような人々を強盗と呼び避難しましたけれども、反対に異邦人の庭よりも中には入れないような人たちでも自分に救いを求める者には惜しみなく必要に応え癒してくださった、そういう方なんです。子供たちのことをお話ししましょう。子供たちもまた神殿の中には入れない存在でした。神殿宗教という巨大な大人たちのその欲望のシステムには黙って従うほかなかった、そういう子供も存在でした。けれども彼らの目は大人たちのように曇ってはいませんでした。今まで自分たちが見てきた大人だったら絶対しないようなイエスの乱暴な行為と、その直後に近くに寄ってきた目の見えない人や足の不自由な人たちを癒す、そのイエスを見て、イエスが特別な方であるということを子どもたちは分かったんです。直感したんです。そしてこの人こそメシア、救い主だと叫び始めたわけです。イエスは幼子のような信仰を持つものでなければ天の国に入れないと言われました。マルコによる福音書の10章の5節です。15節です。イエスは誰が神様の家の住人で誰が強盗なのか、神殿を巣としている強盗なのかということをこの短い出来事の中でしっかりはっきりと教えてくださっています。私たち自身はこの言葉をどう受け止めたらいいんでしょうか。私たちは強盗の巣でしょうか、神様の家でしょうか。皆さんたちのリーダーは祭司長や律法学者たちのようなものでしょうか。皆さん自身は自分の利益のためにここにいる巡礼者のようなものではないでしょうか。あの神殿を訪れ両替をし犠牲の買い物を動物を飼って自分の幸せのために礼拝を捧げるような巡礼者になってはいないでしょうか。いえ、そうではないと思います。そうではないことを喜びたいと思います。でもそうなる危険はいつでもあるということは忘れないでください。温かい神の家であったはずの教会が強盗の巣のような神殿になってしまう例を私はたくさん見てきました。ここがそうなっては決してそうなってほしくありません。そうならないために私たちはこの神の家が誰のものなのか、誰のためのものなのか、私はここにあってどういうものなのかということを覚えておく必要があります。で、その答えはさっきちょっと紹介した子どもたちが叫んだ言葉が入っている詩編の歌にあるんです。そこで詩編の118編の21節から25節を紹介します。私はあなたに感謝を捧げる。あなたは答えて救いを与えてくださった。家を建てる者の退けた石が
罪の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。祝福あれ、主の御名によって来る人に。私たちは主の家からあなたたちを祝福する。ユアチャーチの、ユアチャーチは誰のものでしょうか。21節から23節は当時の閉鎖的な宗教社会の中で十字架で苦しめられ、捨てられたイエスが私たちの人生の、家族の、教会の信頼の基礎になるということを言っています。ユアチャーチはイエスのもの、牧師のものでもない、他の誰のものでもありません。では誰のためのものでしょうか。弱い人、小さい人、教えてあげられている人、迫害されている人のために存在しています。あなたはどのようなものでしょうか。もしかしたら私は弱くもないし、小さくもないし、貧しくもないし、虐げられてるわけでもないし、迫害されてもいないと思っているかもしれません。そうすると私にここに場所はあるのかと思うかもしれませんけれども、でも心配いりません。皆さん十分弱く、十分小さいです。少なくともイエスはあなたの弱さや小ささや醜さを知っています。ですから大丈夫、ヨアチャーチはあなたのための場所であり、あなたのための家族です。でもイエスは私たちを弱いままにはしておきません。私たちを慰め、励まし、癒し、強めてくださいます。少しずつあらゆる面で私たちの魂を成長させてくださいます。だから私たちは何も心配しないで、イエスを喜んで叫んでいた子供たちのようにイエスを信頼し、イエスがそうなさったように、弱いもとに、小さなものに、貧しいものに、虐げられているものに、迫害されているものに仕える人として歩みたいと思います。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。これが十字架と復活の出来事です。今日から2週間ぜひ心を十字架と復活の出来事にフォーカスして過ごしてください。お祈りします。主よ、あなたが私たちのところに来てくださったこと、私たち一人一人に出会ってくださったことをありがとうございます。あなたが来てくださったので、私たちはどのように神様と付き合っていくことができるか、近づいていくことができるかを教えられ、そして本当にそのようにできるようにしていただけたことをありがとうございます。あなたがよみがえられていつも一緒にいてくださることを私たちは喜びますけれども、その前にあなたがしてくださったことも私たちはこの心に深く刻みつけて忘れないでいたいと思います。あなたの愛が、あなたの憐れみが表されたものだからです。そしてその憐れみを、その愛を私たちが
この世界で発揮することができるようにあなたが励ましていてくださるからです。どうぞあなたのように歩ませてください。憤らなければならないことに憤り、愛すべき人を愛し、癒すべき人を癒し、慰めの必要な人に慰めを与えることができるように、どうぞあなたの愛で私たちを満たしてください。あなたの十字架の愛で私たちを満たしてください。どうぞイースターに向かってこれからの2週間、どうぞ私たちがあなたの十字架に心をフォーカスして過ごしていくことができるように導いてください。感謝してイエス・キリストの名前によって祈ります。